はい、こんにちは、トミロです。先日ですね、僕の靴がね、今どういう状況かっていうのを公開したんですけども、まあそれでもね、まあ動画の反響というか、あんまり何点かね、質問をもらいましたので、まあその辺のところっていうのを、ちょっと補足をしたいなっていうのと、まあ今後のですね、戦略というか、まあ今からですね、例えばステップを始める人とか、あとは、まあ今すでにやっているんだけども、なんかもっといい形でできないかな、みたいな、もっと稼げないかな、みたいに思ってる方に、まあこういう風にしたらいいんじゃないかなっていうおすすめの戦略を後半でお話をしたいなと思っています。で、まあ前回の続きみたいな感じにはなるんですけれども、まあ先日ね、言ったのが、こう7万円、月収7万円ぐらいを、まあ僕の今の、この形ですと稼げますよっていうような話をしました。で、ちょっと僕が抜けてたのが、この HP の回復費用について、まあ、抜けていましたので、まあ、そこのところはですね、ちょっと割引かないといけないかなと思ってます。ただ、まあ、これだけですね、レベル5、レベル5の、ミステリーボックスが出てくるわけなので、基本的には、買う必要はなくて、この箱から出てくる CGM で、まあ、この HP は賄えるかなと思います。ただ、まあ、売却がね、できないというところを考えると、ちょっとです。この辺は割引が必要かなというような感じです。そこだけは、ちょっと押さえておいてほしいなと思います。で、質問があったんですけども、まあ、この靴僕がどうやって入手したかっていうことなんですけど、実はこれ買いました。はい。で、今ですね、まあ、GST すごい落ちていて、まあ、これ5円計算でやってますけどね、まあ、今6円ぐらいかなというふうに思います。で、まあ、靴の値段もね、もちろんすごい安くなっているわけですよね。だから僕が3月ぐらいに始めた時には、1足10万円とか、20万円とか、まあ、その辺のね、その顧問の靴でもそのぐらいの値段がしてたわけですけども、まあ、今、レア靴でもですね、まあ、20万円とか、そのぐらいで買えちゃうというような感じなので、まあ、ちょっとよく考えてみるとですね、月収がこう7万円っていう額が、毎月入るとするとですね、まあ、例えば20万円のこのレアの靴を買ったとしても、割と早めにペイするっていうことはですね、容易に想像がつくわけです。ただし、まあそこは注意事項としては、この GST がこれ以上下がらないということになるわけですけども、僕の見解としてはまだまだ下がるかなと思ってます。うん。なんで、ここのところはですね、まあ正直、あまり期待できないかなというふうに思います。これはなんか他の方のね、意見とはちょっと違うかもしれないんですけども、やっぱり、GST の構造を考えていくと、まあ、今後どんな施策を打っていこうともですね、GST が上がるということは基本的には僕はないと思います。逆に上がると考えるのはどういう理由なのかなっていうのを、まあ、いろいろ考えても、他の方はね、まあ、意見とかいう動画とか見てるんですけども、そうだよねと思えるのが一つもないというのが正直なところです。まあ、株で言うとですね、この GST が、まあ、もしですね、この GST がこのステップンという会社の株だったとするとですね、まあ、毎日毎日新株を発行しているような状況なわけですよね。じゃあ新株を発行して、そのステップン自体の全体の価値がどんどん上がってるかというと、まあそんなことはないわけですよね。むしろちょっとずつ下がってると。まあいろいろ新しい施策はね、今後されるっていうことはもちろん僕もなんとなくですね、追っかけてはいますけども、まあ圧倒的にそのステップの需要っていうのが、ガクッとですね、上がるということはちょっと考えにくいと。今の時点ではですね。っていうことを考えると、まあ、そういう状態で毎日毎日、ユーザーたちがこの GST というね、株を、まあ、発行しているっていうことを考えると、まあそりゃ下がるよねという感じですよね。どんな施策を打とうとも、それを止める、あるいはこの GST を買ってでも、まあ、手に入れたいっていう人がどんどん増えていく。まあそれは新規参入者のことですけれども、まあこういうようなね、まあ、仕組み上しょうがないですよね。それはステップが悪いとかそういうことではなくて、そういう仕組みになっているので、やっぱどう考えてもこの、まあ、価格の下落っていうのを抑えるってことはかなり難しいんじゃないかなというふうには思っています。はい。だからそこのところは、まあ、理解をした上でやっていくしかないというようなことですよね。GMT アーニングに関しても、まあ僕は以前の動画では言っていますけど、ちょっとネガティブな風には見ています。GMT が今後、まあ、その GMT アーニングが始まることで上がるっていう未来は、なんか想像できないなというふうに思います。逆に、いや、上がるんだっていう人はですね、その根拠っていうのを教えてほしいなと。まあ、そういうふうに思っているんですけども、まあ、他の、そうですね、いろんな、まあ、方、Twitter とかでもね、僕もいろいろ情報収集というか、いろんな方の意見、すごい、参考にさせてもらってるんですけども、
なんかいろんな施策を打ったから上がるっていうのは、ちょっと多分その金融力学、金融力学っていうのさ、金融工学みたいな、まあ、そういったものをちょっと加味できてないんじゃないかなというふうに思うんですよね。だ僕もこういうふうにですね、1日 245GST、まあ、これは最大の場合ですけども、こういうふうに毎日、まあ、獲得をしているというような状況で、まあ、毎日毎日増えてるわけですので、僕は GST を買ってるわけではないので、この GST の下落に貢献している一人ということになります。仮にこれをパリチャイで全部使ったとしてもですね、別に僕が、ね、自分でこう獲得したものをパリチャイで使ってるだけなので、別に GST を、ね、バーンしてるわけではないということですね。でここお金を誰かが入れて買わなければ、やっぱりこの価格っていうのは上がっていかないと、そういうことを考えると、まあ、苦しいんじゃないかなとは思ってます。はい、ちょっと話それちゃいましたけども、まあそういうような、下地としてのね、知識っていうのは持った上でですね、じゃ あ今ですね、靴を、まあ、どういう靴を使ったらいいのかとか、まあ戦略のことを話していきたいと思います。で、今僕14エナジーなんですよね。14エナジー。で、まあなんで20エナジーにしないかってことなんですけども、まあ、単純にですね、時間がなくてですね、14エナジーでも全然消費ができてないというような最近は状況です。で、大体ですね、僕1日どうかな、まあ、最低でも30分ぐらいは歩ける感じはするんで、まあ、6エナジーとか、まあ、そのぐらいかなっていう感じです。で、レベル5のこれですね、これは8日間で、まあ、開くことができますので、別に毎日これを出す必要はないんですね。で、今の僕の靴ですと178ラックがありますので、まあ、大体エナジーで言うとですね、9で半々ぐらいで、10エナジー超えればほぼっていう感じでレベル5出てきます。まあ、50分歩けば、レア出てくる、ね、レア箱が出てくるっていうふうに考えると、まあ結構50分なら、毎日じゃないのでね、しかもね、2日に1回ぐらいなんで、まあそんなにきつくはないというような感じです。まあ余力があるときはね、全然50分歩っちゃいますっていう感じの状況です。で、こういう状況を作るのに僕はどのぐらいお金をかけたかっていうことなんですけども、まず、サブ靴ですね。サブ靴を、まあ、14足必要ですね。まあ、14エナジー貯めるためには15足必要ですよね。で、1足レアで、やりますので、まあ、15足でも14エナジーになりますよということです。で、サブ靴が14足いりますね。なので、0.17BNB。これ今 B 国の話をしてますけども、これで 2.38BNB。そしてメイン靴が、これがですね、6BNB で僕は買いました。この靴ですね。30レベルのレアのジョーガーです。6BNB 買いました。で、今の値段でいくと、だいたい BNB が4万円ぐらいですので、まあ、それで計算しますと、まあ、335,200円。これで、まあ、この形。まあ、ちょっとこのジェムはまた置いとかないといけないんですけど、ジェムはちょっと抜くんですけども、この金額という形になります。で、今、ジェムを抜くと言ったんですけど、ジェムもですね、僕別に大したのをつけてるわけじゃなくて、で、ここはエピックソケットなのでちょっと強いんですよね。で、これがレベル3。で、これもレベル3。で、これがレベル2なんで、別にそんなすごいジェムをつけてるわけではありません。もちろんもっとね、レベル4、レベル5のジェムつければ、すごいとなるのは、まあ、もちろんその通りですね。で、ここのソケットが空いてて、まあ、両方エピックだったんですよね、これ。こんなのが 6BNB で売ってんだっていうふうに当時思ったんですけど、まあ、こういういい靴をですね、見つけられるといいんじゃないかなと思います。だから、まあ、ちょっとね、今、いい靴、メイン靴をね、変更しようかなって考えている方は、もうね、なんか、今って、やっぱ、もう、GST とかも安いですし、もう別にコツコツ育てるというよりも、買っちゃった方が早いと思うんですよね、レベル30。まあ、29とか28とかね、その30に近いのでもいいとは思うんですけど、まあ、そのぐらいの高レベルの靴をもう買っちゃった方が早いですね。早めになんか、コツコツやって、この GST がね、どんどん下がっていく中で機械損失を受けるよりも、もう早くですね、レベル30のレア。まあ、エピックはですね、結構高いんで、ちょっと、僕もね、エピックも狙ってはいたんですけどね、ちょっとエピックはきつかったですね。この3倍ぐらいするんで、ね、値段がね。やっぱりそこのところは、まあ、試験ある方はいいとは思うんですけど、エピック使ってもね、多分、あんま意味ないですよね。っていうのは、1日は 300GST しか稼げないので、エピック使ったところで、まあ、いいね、箱が作りたいっていう、ね、箱を出したいっていう方はいいと思うんですけど、まあ、GST は300までなんで、基本的にはね、まあ、上限上げることはできますけど、まあ、300までって考えると、エピックは別にいらないかなと思います。なんで、レアの、まあ、ジョガーが一番安いと思うんで、まあ、ジョガーが一番安いっていうか、まあ、ランナーでもいいんですけど、ランナーはね、結構きついですから、まあ、ジョガーでいいんじゃないかなと思ってます。
で、S 国の場合もちょっと考えてみました。で、僕が S 国で、まあ、今真っさらからね、始めるとした場合ですね、まあ、これと同じ状況をじゃあ作りましょうとなった時に、まあ、14速、まずですね、サブの一番安いのを買います。1.37 ソルですので、14速で 19.18 ソル。で、メイングッズですね、これはレアのジョガーで探していくわけですけども、まあ、一応ですね、僕今、この動画を撮る前にですね、ちょっと探してみたら、まあ、こんな靴がありました。で、これが、まあ、E がですね、ここ2つソケットありまして、これがレアソケットですね。で、こっちが、ラックの方のソケットもレアソケットありますので、まあ、この2つあれば僕のと似てますよね。だから形としてはね。まあ、こっちは、僕のラックが2つになってますけど、はい。ただ、ここはね、ちょっとエピックソケットがないんでね、そこがちょっと弱いかなっていう感じはしたんですけども、まあ、でも全然悪くないなという靴が、これ49ソルで売ってました。まあ、もうちょっとね、ソケット、まあ、ソケットはね、絶対開いてた方がいいと思います。なんか開けた時に普通のソケットとかあったらもうげんなりするんで、結構ね、ここ、レア靴になってくると、だいぶこのソケットのジェムの力めちゃくちゃでかいんで、ここのところはね、しっかりと選んでいただきたいなと思うんですけども、まあ、例えばこれを買った場合49ソルですと。で、合計で34,900円という感じで、だいたい一緒になるんですよね。うん。だいたいこのぐらいなのかなというふうに思います。でもちろんですね、もっと歩けるよっていう方は20エナジーにね、してもらって、まあ多少ね、費用がかさむというか、ちょっと増やすぐらいなんで大したことないと思います。で、そういうふうに考えると、まあこの辺のね、月収7万円ぐらいのラインっていうのは、割と今のね、情勢でいくと軽々といけるんじゃないかなというふうに思っています。はい。まあ、ここのところね、今 245GST はこの14エナジーの場合ですけども、ここをですね、300にしちゃえば、で、78,000円、8万円近くなりますね。ここ今6円ぐらいですので、85,000円ぐらいかな。で、他 HP 費用を5,000円ぐらい引いて、まあ8万ぐらいっていうね、考えるといいんじゃないかなというふうに思います。はい。ということですね、まあ靴がね、弱いっていうのは結構やばいかなと思います。この情勢だと、もう、GST が弱すぎるんで、安すぎるんで、もう靴をどんどん上げていかないといけないので、まあ今ね、ちょっと、まあ、マンネリ化してるというかね、なかなか稼げないなと思ってる方は、ぜひですね、このレア靴の30レベルですね、一発購入っていうのをね、ぜひ検討してみてもいいんじゃないかなと思います。で、今使ってる靴とかね、もう売っちゃって、エナジーに関してはね、もう別に、10エナジーはもう一番安い靴でいいと思うので、もうどうでもいい靴でいいと思います。で、ミントとかも全くする必要ないので、ミントは全部コストが高いので、全部売っちゃって、やってもいいと。まあちょっと手数料負けする可能性があるんで、ちょっと売った方がいいのか買った方がいいのかって、ちょっと計算必要かなとは思うんですけども、まあ、そういうところは考えてやった方がいいかなと思います。はい。ってことで最後ですね、ちょっとまとめになるんですけど、今後のおすすめ戦略っていうことで、お話をして終わりにしたいなと思っています。はい。まあ、この3つですね。まずですね、エナジーを可能な限り上げるということで、可能な限りっていうのは、もちろん資金面っていうのもあると思うんですけども、まあ、それに加えて、その自分が歩けるのかってことですね。だ僕の場合20、別に、やることはできるんですけど、どう考えても20エナジー消費できないので、まあ、今14で止めていますよ。というような感じです。そういう意味での可能な限り上げましょうということですね。で、次、E を稼ぐ専、E っていうのはエフィシェンシーですね。GST を稼ぐ専用のメイングッズ。で、今、レア以上のね、話をしました。まあ、レアのジョガーとかを、ね、で、30レベルの靴を変えると、まあ、ベストなんじゃないかなというふうに思います。で、基本的にはこの 300GST っていうのを1日でしっかりと稼げるような、そういう靴っていうのを、まあ、それとエナジーですね。っていうのをセットで、用意できたいんじゃないかなと思います。で、今ね、GMT アーニングが始まるよ、みたいな話をしてると思うんですけども、まあ、現状どのぐらい稼げるかっていうのはわかりませんし、まあ僕はそんなに期待しなくていいんじゃないかなというふうには思ってます。まあもし稼げればラッキーぐらいに考えておいて、もしこの辺がですね、しっかり用意できたよという段階でですね、余力があれば、この GMT 稼ぐコンフォート特化靴っていうのをね、別で作った方がいいと思います。なんか中途半端に一つの靴でエフィシェンシーと、足を伸ばすみたいなのは、まあ、多分どっちつかずになる気がするんで、やめた方がいいかなと思います。多分、だってこれで、GMT、これ稼いでなくてこれなんで、まあ、GMT がここに乗っかってくる、みたいなことがあると、もうちょっとこの辺はね、増えてくる可能性ってあるわけですよね。そうすると、
まあ結構ですね、収益的にもだいぶ増えてくる可能性っていうのはありますし、まあ C もね E も両方時間がある方はね、結構エナジーをたくさん使って稼ぐみたいなこともねできると思うので、結構幅は広がる。しかもまあ高レベルの謎箱ね、ミステリーボックスも拾えますよということで、まあいろいろ面白さもまた出てくるかなと思います。なんでなんかいろいろ最近ね、新しい施策とか、なんかいろんなの出てきて、まあわけわかんないなっていうふうに思ってる方も多いかなとは思うんですけども、ここでですね、今こそ基本に戻って、GST を稼ぐと、そしてミステリーボックスでジムを得て、ジムを売って稼ぐと、で、余力があれば GMT も稼ぐと、まあなんかもうもっとシンプルに基本的なところで考えて、なんか目くらましみたいなよくわかんない、なんかね、なんとかエンハンスとか、ああいうのってもうなんか完全に僕は目くらましかなと思うんで、もう一回もやる必要もないと思いますし、あとね、パーセントをね上げますとか、まあそういうのもですね、まあ基本的にはなくていいんじゃないかなと思います。はい、ということで、まあ基本にね立ち返ってやってみてはどうでしょうかというのがですね、まあ現状での僕のおすすめ戦略という形なので、まあちょっとでもね、まあためになったなと思っていただけたら嬉しいです。一応ですね、オブチャットの方も引き続きやってますので、なんか質問とかありましたらですね、遠慮なく聞いてもらえれば、まあ皆さんね、いろいろ答えてくれますし、僕も分かる範囲で答えたいと思ってます。はい、ということでですね、今回は前回の僕のね、靴の紹介の動画の補足動画という形でですね、やらせてもらいました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。